キンプリナンバーアンダーラインアイツアー T シャツ、デザインがそっくり。過去の絆と現在の対立、ファンの複雑な感情に迫る。キンプリナンバーアンダーラインアイツアー T シャツ騒動でファン激論。デザインの類似は偶然。それとも、2023年にキングプリンスから平野翔ガンユータ、ジングージユータが脱退し、新たに、ナンバーアンダーラインアイというグループを結成してから、 彼らの動向は常に注目の的となっている。そして、2024年に開催されたそれぞれのツアーをめぐって、意外な論争が巻き起こった。特にツアーグッズである T シャツのデザインが話題となり、一部ファンの間で対立が生じている。ことの発端は、キング・プリンスが9月26日に、キング・プリンス・ライブ・ツアー 24-25RE ・ RE エラーのグッズを販売開始したことだ。今回の T シャツは、 黒を基調とし、表面にメンバーである長瀬連と高橋海人の幼少期の写真がプリントされており、裏面にはロマジで長文のメッセージが刻まれている。このデザインを見たファンの一部が、ナンバーアンダーラインアイが同じくツアー T シャツとして販売しているものと酷似していると感じたことが、X ・旧ツイッターを中心に議論を呼んだ。ナンバーアンダーラインアイの T シャツもまた黒色で、表面には平野翔ガン・太。 神宮寺雄太の現在の顔写真がプリントされているが、こちらには稲妻のモチーフや日本地図が描かれており、キングプリンスのデザインとは一見異なる点もある。それにもかかわらず、両者の T シャツが顔写真を用いた黒い T シャツという点で類似していることが強調され、一部のファンからはデザインがかぶったとの指摘が相次いだ。この指摘に対して、キングプリンスのファンは、キンプリの T シャツはかわいいと擁護し、 ナンバーアンダーラインアイの T シャツを、中二病的でダサいとやゆするコメントも見受けられた。一方で、ナンバーアンダーラインアイのファンはこれに反発し、ヴィンテージ感あふれるこだわりのデザインで、素材や色を地加工にも配慮されているのになぜバカにされるのかと怒りをあらわにした。こうして、ファン同士の対立が次第に激化し、SNS 上での応酬が続いている。なぜこのような事態が起こったのか。 その背景には、まず2023年に行われたメンバーの脱退劇がある。キングプリンスの5人が共に活動していた頃からのファンにとっては、平野、騎士、神宮寺が脱退し、ナンバーアンダーライン愛として新たな道を歩み始めたことは大きな衝撃であった。そして、脱退後も彼らを応援する人々と、引き続きキングプリンスを応援する人々との間に、微妙な感情の隔たりが生まれたことは否定できない。 そんな中、似たデザインの T シャツがそれぞれのツアーで販売されたことで、古い感情が再び噴出したとも考えられる。芸能記者によると、デザインの類似性が論争の引き金となったのは、一部のキング・プリンスファンがナンバー・アンダーライン・アイの T シャツに対して冷ややかな反応を示したことが大きいという。ナンバー・アンダーライン・アイの T シャツは、ヒップホップやロックの要素を取り入れた、ちょいルなデザインが特徴だが、それに対して、 中二病だとやえする声が上が上ったしかし、イザキング・プリンスが似たコンセプトの T シャツを販売すると、同じファンが、可愛い,いと称賛し、これがナンバーアンダーライン愛のファンの反感を買った形だ。確かに、ナンバーアンダーライン愛の T シャツはヒップホップカルチャーやロックバンドの影響を強く感じさせるもので、プリントの質感や精地にもこだわりが見られる。一方で、キング・プリンスの T シャツは幼少期の写真をあしらい。 どちらかというとノスタルジックで可愛らしい印象を与える。この違いが、ファンの間で、優劣を感じさせ、デザインに対する見方が分かれる原因となったのかもしれない。こうしたデザインに対する論争に加え、誰が先に真似をしたのか、という議論も巻き起こった。デザインの発表はナンバーアンダーライン愛の方が先だったため、キングプリンスの T シャツを、真似だ、とする意見も一部にあった。しかし、 これはあまりに表面的な議論であり、どちらの T シャツもそれぞれのグループの活動やコンセプトを反映させた独自のデザインであることを忘れてはならない。T シャツのデザインは通常、数ヶ月前から計画され、発注されるものであり、簡単に他社のデザインを模倣できるわけではない。また、2023年のキングプリンスのツアー T シャツも、今回と同様にバックプリントにメンバーの顔写真が使われていたため、 これが彼らのようなデザインの類似性をめぐる論争が、そもそも本質的な問題ではないという声もある。SNS 上での一部の過激なコメントが大きく取り上げられることで、あたかもファン同士が激しく対立しているように見えるが、実際には多くのファンは両方のグループを応援しており、T シャツのデザインにそこまで大きな問題を感じていないという意見も少なくない。例えば、 キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の両方を応援しているファンは、どちらの T シャツもかっこいいし、デザインが似ているのも嬉しいと前向きに捉えている人が多い。彼らにとって、両グループはかつて同じ道を歩んできた仲間であり、それぞれの活動が続いていること自体が喜ばしいことである。だからこそ、たとえデザインが似ていたとしても、それはむしろ、かつての仲間同士のつながりを感じさせるものであり、対立の原因にはならないという。 さらに、デザインが似ているという指摘についても、冷静に考えればそれは偶然である可能性が高い。現在、顔写真を使った T シャツはファッション業界でも広く受け入れられており、特にビンテージ風のデザインやバンド T シャツのオマージュは一部のトレンドとなっている。従って、同時期に複数のアーティストが似たスタイルの T シャツを採用することは、必ずしも不自然なことではない。実際、 キング・プリンスとナンバー・アンダーライン・アイの T シャツは、デザインの細部においては大きく異なっている。ナンバー・アンダーライン・アイの T シャツは、彼らの音楽スタイルに合わせた、ロックテイストが強く、プリントの派手さや素材感にも独特の個性が見られる。一方、キング・プリンスの T シャツは、グループのキャラクターに合わせた、可愛さや、ノスタルジーを強調しており、幼少期の写真を使用したデザインは、ファンにとって感動を呼ぶものだ。 したがって、単に、顔写真がプリントされた黒い T シャツという表面的な共通点だけで、両者を同じように評価するのは適切ではない。それでもなお、ファン同士の対立が続く理由としては、脱退によって生じた感情的な亀裂が大きい。平野、騎士、神宮寺が脱退してから、彼らのファンとキング・プリンスのファンとの間には、どちらをより応援すべきかという微妙な葛藤が存在している。 一部のファンにとっては、かつてのメンバーが別々の道を歩むことになった現実が受け入れがたく、感情的に揺さぶられている状況だろう。それが表面化した形が、今回の T シャツデザイン論争につながっているのかもしれない。SNS での論争は、個々の感情の吐け口として利用されることが多く、その中でしばしば、冷静さを失った意見や攻撃的な発言が増幅される。しかし、 実際にはこの論争が大多数のファンの声を反映しているとは限らない。両方のグループを応援するファン層も広がっており、その中では、どちらも素晴らしいとの声が数多く見られる。ナンバーアンダーライン愛のファンがナンバーアンダーライン愛のスタイルを愛し、キングプリンスのファンがその愛らしいデザインを楽しむという姿勢は、どちらも尊重されるべきであり、どちらかが優れている、または劣っているという二元論的な思考に陥る必要はない。 むしろ、両方のグループがそれぞれのスタイルでファンに喜びを届けているという点を認識すべきだろう。また、デザインに対するこだわりは、アーティスト自身のアイデンティティとも結びついている。ナンバーアンダーラインアイの T シャツは、彼らの音楽的な方向性に合ったロックテイストが強く、ファンにとっては単なるグッズ以上の意味を持っている。一方で、キングプリンスの T シャツは、メンバーの幼少期の写真を使用することで、 ファンとの絆や思い出を強調しており、感情的な価値を与えている。こうしたデザインの背景には、それぞれのアーティストがファンとのつながりを大切にし、彼らの期待に依頼ようとしている姿勢が感じられる。ファン同士が互いに尊重し合うことが、最終的にはアーティスト自身にとっても最も望ましい状況であることは明白だ。彼らは、かつて同じグループとして活動していた仲間であり、 今でもそれぞれの道で努力し続けている。彼らがそれぞれのスタイルや音楽性を追求し、ファンに向けたメッセージを発信している以上、ファンもその努力を尊重し、応援することが何よりも重要だ。SNS 上での過激な意見や対立は、往々にして大きく報道されがちだが、実際のファンコミュニティ内では、もっと温かく前向きな意見も多い。例えば、 ナンバーアンダーライン愛とキング・プリンスの両方を愛するファンはデザインが似ていることをむしろかつての仲間の共鳴として捉え喜んでいるという声も少なくない彼らはかつて同じグループであったことを誇りに思い今でもそれぞれの活動を応援する姿勢を貫いている